岡本喜怒うき新聞の話一、1. s くんは語る明治十五年確か五月頃のことと記憶しているがその当時発行のうき新聞にこういう雑報が掲載されていた。 京橋築地の土佐堀では稲が多く取れるというのである大工が弱みに行くと素晴らしい大堀が網にかかったそれを近所の料理屋の炭屋の料理番が七十五銭で買い取って明くる朝すぐに包丁を入れるとその堀の腹の中から手紙の上袋が出たもちろん上袋は濡れていたが女文字で「丸之助様」 筆よりというだけは明らかに読まれた浮世新聞社では一種の艶種と見過ごしてその以上の田んぼの方を進めなかったらしく単にそれだけの事実を報道するにとどまっていたボラの腹から手紙を現れたことはシナの古い書物にも記されているボラの腹から浄袋が出ても佐のみ不思議がるにも当たらないかもしれない。 ことにその当時75銭で買われるくらいの大バラならば何を飲んでいるか分かったものではない記者もそのつもりで書き流し読者もそのつもりで見過ごしてしまったのであろうが僕は偶然の機会からその上袋の秘密を知ることができたのであると言っても明治15年その頃は 僕がようよう小学校へ通い始めた自分であるからその時すぐに分かったのではない後日に偶然聞き出したのであることをまず最初に断っておく僕の叔父の知人に溝口紀元という医師があるその医師がこの新聞を見るとすぐに京橋の警察署へ出頭して秘密に某事件の捜査を依頼したのであった 溝口医師はそのころ麹町の番町で開業していた今でも番町の一部はあまりにぎやかではないが明治初年の番町あたりはさらに寂しかった元来がほとんど武家屋敷ばかりであったところへ維新の革命で武家というものが皆滅びてしまったのであるからそこらには壊れかかった秋屋敷がいくらもある 持ち主が変わってもその建物は大抵昔のままであるから依然として江戸以来の暗い空気に閉じられている今では大方切り払われてしまったがその古い屋敷の土塀の中には武蔵野以来の建物で今日ならば差し詰め古住保存の札でも建てられそうな大木が往来の上まで枝や葉を茂らせてさなき田に暗く狭い町を いいいよいよ暗くしていた昼でも往来の人は少ないまして日が暮れると土地の人でもよんどころない用事のほかは外出しなかったらしい現に僕も2月の正午8時頃三番町から中六番町を抜けて麹町の大通り付近まで来る間に一人の人にも出会わないで随分ぶん 怖い寂しい思いをした経験を持っているそういう時代そういう場所ではあるが溝口医師は相当の評価を持って相当の門戸を張っていた門戸といえば溝口医師の家は小さい旗本の古屋敷を買ってそれに多少の手入れをしたもので門の一方には門番でも住んでいたらしい小さい家があり他の一方には 小さい長屋2軒が付いていたので門番の小屋には抱えの車夫を住まわせ他の長屋2軒は造作を直して表から出入りのできるように格子戸をこしらえ1軒1円50銭ぐらいの家賃で人に貸していた何でも3畳と4畳半と6畳のみまであったということでそれで造作付き1円50銭は今考えると嘘のようであるが。 それでもあまり安い方ではないという評判であったそのせいか門に近い方の一軒は塞がっていたが隣の一軒は空いていた塞がっている方の借家人は矢田智之助という大蔵省の管理であったそのころは管理とは言わない官誘と言っていたのである矢田は今年2十年後で 母のお銀と2人暮らしであったがたとえ末っでも会員さんの肩書きをいただいている以上1ヶ月1円50銭の家賃を滞納するようなこともなく無事に1年余りを送っていたトモさんは遅いね独り言を言いながら母のお銀は腰を分けて表を見た明治13年9月の末の薄く陰ったいで 柱時計が今や8時を打ったのを聞いてからお銀は長火鉢の前を離れて門口へ出たのであったせがれの友之助は独身の若い者であるから残り番だとか宿直だとか名を付けて時々は夜遅く帰ったり泊まってきたりすることもあるお銀もそれを深くとがめようとはしなかったが親一人子一人の家庭であるから せがれの帰らない夜はなんとなく寂しい今夜も遅いのかそれとも帰らないのかとお銀はひとえものではもう涼しすぎるような夜風に吹かれながらわびしげに暗い往来を眺めている時ふと気がつくと隣の空き家の出窓の下に一人の女が立っているらしい姿が見えた窓の下には細いドブがあって 石の間にはコオロギが鳴いているそのドブの縁にたたずんで女は内をのぞいているようにも見えたのでお銀は少し不審に思った「もしどなたでございますお隣は空き家ですが」とお銀は試みに声をかけた「はぁ、あ」女は低い声で答えたかと思うと そのまま暗い中に姿を隠してしまったそれを見送ってお銀は家へ入ったがせがれはまだ帰らなかった筋向こうの屋敷内に高くそびえている大いちょうの葉の時々落ちる音が寂しく聞こえるばかりで夜露の降りたらしい往来には人の足跡も響かなかった今夜に限ってお銀はひどく寂しい もしや出先で我が子の上に何か変わったことでもできたのではあるまいかと取り越し苦労に半時間ほどを過ごしたかと思う頃に人力車の音がだんだんに近づいてきた家主の溝口医師が病気から帰ったのかそれともせがれが車に乗って帰ったのかとお銀は再び立ち上がって今度は出窓から表を覗こうとした時表では 何か口早に話すような人声が聞こえたそれは溝口医師と抱え謝夫の元吉の声であったともかく、家まで乗せていけ。溝口の命令する声が聞こえてやがて車は門前に降ろされたお銀は窓から伸び上がって覗いてみると謝夫の元吉は梶棒を下ろして くぐり門から一旦入ったかと思うとさらに内から正面の門を左右に開いて車を玄関先まで引き込んでいったそのちょの光に照らされた車上の人は若い女であったその後から溝口も続いて入ったお銀はさらに台所へ回って水口の戸を少し開けて伺うと 溝口と元吉は女を介抱して奥へ連れ込んでいくらしい元吉は夫婦のでおしんという若い女房があるそのおしんも自分の家から駆け出していって何か手伝っているのを見てもそれが急病人かけが人であるらしいことは容易に想像されたまさかにこれらでもあるまいとお銀は思ったそのうちに 元吉とおしんの夫婦が奥から出てきたのでお銀は水口から出てそっと様子を聞くと元吉は頭をかきながら答えたいやどうも大しくじりをやってしまいましてね旦那を乗せて帰ってくるとすぐそこの角で暗い中から若い女がふいに出てきたのであっと思ってかじ棒を振り向けようとする間もなしに相手を つっししてしまったんですよっぽどひどい怪我でもしましたかとおぎんは顔をしかめながらまた聞いた何半分引きかかって危うく踏みともったので大した怪我はないようですそれでも転んだはずみに手や足をすりむいたりしましたからね早く言えば出会い頭でどっちが悪いというわけでもないんですが 何しろ怪我をさせた以上はそのままにもしておかれませんや。旦那も大変に気の毒がっていろいろ手当てをしているようです。電車や自動車はなし、自転車も極めて少ないこの時代における交通事故は、馬車と人力車に決まっていた。馬車も差の見ようくはなかったが、人力車が衝突したとか人力車にひかれたとかいう事故は。 毎日ほとんど耐えなかった今夜の出来事もその一つであるお銀はやはり顔をしかめながら聞いているとおしんがそばから口を出したどこの娘さんか知りませんけれどなりはいいというほどじゃありませんけれど器量はなかなかいいんですよ何でも士族さんの娘さんでしょうね。 しぞくさんなどという言葉がこの時代には盛んに用いられたお銀の家も中国あたりのある藩のしぞくさんであったそれだけの話を聞いてしまってお銀は自分の家へ引っ込むとせがれのとものすけが帰ってきた彼は母から今夜の話を聞かされても別に気にも留めないらしかった前にも言ったとおり 人力車に突き当たったりひかれたりするのは珍しくもなかったからである2溝口医師の車にひかれた娘は幸いに大したけがでもなかった引き倒されて転んだ時に左の肘と左の足とをすりむいただけのことで出血の多かった割合に傷は浅かったので 溝口もまず安心した。明くる日一日は無理に寝かしておいたが娘は次の日からびっこを引きながら起きたしかし彼女はここを立ち去ろうともしないでそのままこの家に居座っていることになったというのは彼女は帰るべき家を持たないからであった溝口医師の家は 久住弥太郎という旗本の屋敷でかの娘はその用人を務めていた見延御平の子でその名をお筆というのであると自分の口から話した幕府が瓦解の後久住は無六移住を願い出て旧主君に従って駿府へ行ったので陪審の見部もまたその主君に従って駿府へ移ったが元より無六というのであるからどの人も 三延の,ななの一家も手内職などをしてわずかにその日を送っているうちにお筆の母がまずこの世を去り続いて父の五兵衛も死んだので今年17のおでは途方に暮れた父の遺言に東京の四谷見附外と小石川電通病院前とに登園の者がいる。 それををねてととか身の,処置をたのめとあったのでおふではちっとばかりの家財を路用の金に変えて心細くも身一つで東京へ出てきてまず小石川へ訪ねていくとその人はとうにそこを退店してしまってその行く先もわからなかったさらに四谷を訪ねるとこれも行方不明であるのでおふでは実にがっかりしたそれにつけても 父が昔住んでいた番町の屋敷というのはどんなところであるか一度は見たいような気もしたので彼女は暗くなってからそっとのぞきに来たのである奥でも六つの年までここで育ったのであるが子どもの時のことであるから確かな記憶はない筋向かいの屋敷にある大いちょうを目当てにして「大方ここであろう」と長屋窓の外からのぞいているところを 隣の人に怪しまれて早々にそこを立ち去ったがさてこれからの身の処置をどうしていいか差し当たって今夜の宿りをどうしていいか奥では案じわずらいながらどこを当てともなしにさまよい歩いているうちに運の悪い時は悪いもので図らずも溝口医師の車と衝突したのであったこういう事情が分かってみると溝口の家でも 彼女を追い出すに忍びなくなった溝口にはおみちという彩君もありお蝶という娘もあることにお蝶はお筆と一つ違いの十六であるので同じ年頃の子を持つ溝口夫婦の思いやりも深かったお蝶もひどくお筆の身の上に同情したそこで行く末は知らず 差し当たりはまずここの家に落ち着いたらよかろうということになって親類でもなく奉公人でもなく一種のかかりうどとしておふでは溝口家に身を寄せることになったのであるなんと言っても士族の娘であるから行儀もいい読み書きや針り仕事もできるその上に器量もいいこういう身の上であるから当人も務めて遠慮がちにしているのであろうが 人間も素直でおとなしいこれでは誰にも嫌われ憎まれようはずはないのでおでは溝口一家の人々からもかわいがられたとりわけてお蝶は彼女ときょうだいのように親しんでいたあまりに口のよくない抱え社夫の女房もお筆を褒めていたお銀はいちばん最初に彼女を見つけて声をかけたのが 何かの因縁であるようにも思われてゆくゆくはあの娘を我が子の嫁になどともないない考えていたのともう一つは風運の娘に同情する女心で時々に半襟や序盤の袖などを送ることもあったおふではその親切を喜んでお銀の家へ親しく出入りをしてその家のようなどを手伝ってやっていた。 あくる14年の3月になって溝口家にはまた一人係どが増えたそれは上林吉之助という青年で溝口医師と同居人であった吉之助は今年21で実家はあのうであるが相当に暮らしている彼は次男で、 医学修行のために上京したのであるがうかつに下宿屋などに寄宿させるのは不安であるというので吉之助の親元から万事の世話を溝口方へ頼んできて溝口も快くそれを引き受けたのである吉之助は小野という若い薬局生と玄関の脇の六畳の部屋に同居して本郷辺りにある学校に通いながら傍らに薬局の手伝いなどをしていた。 前置きの説明がが少し長くなったがこれだけのことを言っておかないと後の話が分からなくなる恐れがあるからまあ我慢してもらいたい、うん、とにかくに溝口の家にお蝶という娘のあるところへさらにお筆という娘が入り込んできた表長屋には矢田智之助という若い男がいるところへさらに溝口家に 上林吉之助という若い男が入り込んできた若い娘2人に若い男2人それが接近していてはどうも無事に済みそうもないのは誰にも想像されるであろうしかし表面は極めて無事円満であった吉之助もおとなしく勉強していて溝口一家の信用を傷つけるようなことはなかった お嬢と仲良くして小間使いのように働いていた友之助は無事に役所へ出勤していたこの年の10月には政府に大更迭があって大隈重信がにわかに矢に下った続いて板垣退助らが自由党を起こしたそれらの事件も 溝口と矢田の両家には何の影響を与えないで両家は依然として平和に暮らしていたしかもその平和の破れる自殺がだんだん近づいてきた友之助の母お銀はお筆を嫁にもらいたい下心があったお筆は今年18で来年は19の厄年にあたるから なるべくは年内に婚礼を済ませてしまいたいとお銀は思ったもちろんそれは溝口夫婦の同意を得なければならないのであるが第一に本人同士の意思を確かめておく必要があるのでお銀はまずせがれの友之助に相談すると彼は故障なく承知したおおっささんん。ええいいといとうお考えならば、私に依存はありませんそこで 友之助が役所へ出て行ったあとでお銀はお筆をそっと呼んでかの相談を打ち明けるとお筆はその返事を渋っていて自分は竹の厄介になっている身の上であるからまだ当分は嫁に行くなどという気はないと答えたお銀は年寄りで気が短いい一旦思い立った以上どうしてもこの相談をまとめてしまいたいと思っていろいろに説得してみたが おでも年寄りの愚痴やひがみも混じって「どうで私のせがれのようなものはあなたの気にはいるまい」とか「ろくな月給ももらわないで安官員では士族のお嬢様と縁組はできまい」とか嫌みらしいことをだんだんに言いだしてきたのでおふでもひどく迷惑したらしい様子で最後にこんなことを言った。 そうおっしゃられると、私もまことに困ります。実はあのこちらの友之助さんはうちのお蝶さんとえ？友之助がお蝶さんと？本当ですか？と小銀は驚いて聞き返した。どうかこれはご内分に願います。 まあ、それはちっとも存じませんでした。一体い,いつ頃からでしょう。私もよくは存じません。けれども。とおでは考えていた。何でもこの8月か9月頃からのように思われます。そうですか。とお銀はため、とお銀はため息をついた。 私の口からこれを聞いたことはくれぐれも内緒にしてくれとお筆が念号をして帰った後でお銀は再びため息をついたお蝶も醜い器量ではないがお筆に比べると確かに劣るもちろん今更そんな優劣を論じている場合ではないできたものならしかたがないとしてもここに第一の難儀はお蝶が一人娘であるということである 友之助も矢田家の相続人である以上婿にも行かれず嫁にももらえずこの処置をどうしたらいいかとお銀も思案にあぐんだのであったその晩友之助の帰るのを待ちかねてお銀は早々にこの戦議をすると友之助もお蝶と関係のあることを白状したそれならばなぜお筆との縁談を承知したかと喫文すると 友之助の返事は,は,なはな曖昧であでった彼は母に厳しく追及されてとうとうこんなことまで白状に及んだ「実は私は最初からお筆さんの方がいいと思っていたのですそれでこの8月頃内緒でお筆さんに話してみたところお筆さんの言うにはせっかくのお示し召しだがそのお返事はできないあなたはご存じあるまいが うちのお嬢さんが普段からあなたを思っているそれを知りつつ私があなたと夫婦になれるわけのものではない嘘だと思うならば23日のうちにお蝶さんを連れてきて会わせるというのですそれから2日目の夕方におでさんがそっと来て「今晩お蝶さんと2人で焼魂舎の馬場,場へ涼みに行くからあなたも後から来てくれ」というので。 私もついふらふらとその気になって焼魂舎まで出かけていきましたお蝶と友之助との関係がお筆の取り持ちであることを知ってお銀はまた驚いたおとなしそうな顔をしていながらお筆という女も随分の大胆者であると昔かたぎのお銀は腹立たしくもなったそれと同時にすでにお蝶との関係が成り立っていながら できるものならば牛を馬に乗り換えてさらにお筆と結婚しようとする我が子の手前勝手をも憎まずにはいられなかった今の若い人たちにも困るねこう言ってお銀はまたもや探索するのほかはなかった友之助もなんだかつまらないような顔をして自分の今県座敷にしている六畳の部屋へ立っていった彼は 置きランプの芯をかきたてて机の上で何か長い手紙のようなものを書いているらしかった3お銀はその夜はおちおちと眠られなかったあくる朝再びせがれを自分の前に呼びつけてこの解決をどうするつもりかときつもんするととものすけはただおそれ言っているらしく にしかししなかたぎのお銀としては人の娘を傷物にしてただそのまま住むわけのものではないと思ったことに自分がそれを知った以上なおさら捨てておくわけにはいかないともかくも溝口の奥さんに会ってその事情を一切打ち明けて自分のせがれのフラチを浴びた上で 改めて今後の処置を相談するより他はないと一途に思いつめたのでお銀はせがれが役所へ出勤したのを見届けてすぐに奥の家主を訪ねたそれについて溝口医師は僕のおじに向かってこう話したそうであるあの一件は我々が全く無考えでした矢田の母が訪ねてきた時は私は急病人の往診を頼まれて不在でしたが 家内も矢田の母からその話を聞かされて寝耳、ね、に水でびっくりしたそうです何しろお蝶はまだ17で本当の子供だと思っていたのですからねもちろん家内の一存でどうすることもできない矢田の母は昔かたぎの物語人ですから涙をこぼして謝って帰ったそうですそれから家内はすぐ娘を呼びつけて戦技すると 娘はただ泣くばかりで何にも言いませんしかしそれを否認しないのを見ると全く覚えのあることに相違ない実を言うとこの春から私の家に来ている上林吉之助は人間も悪くないし学問の成績もよし事に次男でもありますからもう少しその成り行きを見届けた上でお蝶の婿にしようなどと。 家内とナイ相談をしていたのですがもうこうなってはしようがありません一人娘を嫁にやるのは困るのですが今更そんなことを言ってもいられないので私は家内と相談して思い切ってお蝶を矢田の家へやることに決めました無理に生木を引き裂いてそれがためにまた何かの間違いでもできて結局は新聞の雑報ねになって 近所隣へ来て大きい声で読売でもされた日にはとんだ恥さらしをしなければなりませんから家内にも因果を含めてとうとうそういうことに決めてしまったのです矢田も悪い人間ではないのですが月給は15円か16円の安官員でそれが家内の気に入らないようでした。も言う通り、 もうこうなってはしようがないと諦めさせて改めて家内から矢田の母に挨拶させると「こちらのふらちをご立腹もなくて一人娘のお嬢さんを私どものところへお嫁にくださるとは誠に愛すまないことでございます」と言って矢田の母はまたもや涙をこぼして喜んだそうですそこで今年ももう与日がないので 来春になったらばいよいよお蝶をこし入れさせるということに取り決めてまずこの一件も人立ち開いたのでしたしかし物事にはすべて裏の裏があるその戦索をおろそかにしてただ月並みの解決法をとってそれで無事に収まるものと思い込んでいたのはまったく我々の間違いであったということを 後日になって初めて悟ったのですこう決めた以上はもとより隠すべきことでもないので溝口家ではその年の暮れから婚礼の準備に取りかかった溝口の彩君は娘を連れて幾たびか大丸や越後屋へも足を運んだそうした慌ただしいうちに年も暮れて今年はとりわけてめでたいはずの明治15年の春が来た 2月の紀元節の夜にいよいよ婚礼ということに相談が進んで溝口矢田の両家ではその準備も大方整った1月29日の夜の出来事であるやがて花嫁となるべきお蝶が薬局の劇薬を飲んで突然自殺したもちろん商売柄であるから溝口もいろいろに手を尽くして治療を加えたが それを発見した時が遅れていたのでお蝶はどうしても生きなかった婿と嫁とこの両家の驚きは言うまでもない婚礼の間際になってお蝶がなぜ死んだのかその司祭は誰にも分からなかったどの人もただあきれているばかりでしばらくは涙も出ないくらいであったが。 ななんといいってももう仕方がないので、溝口家からは警察へも届け出て正規の手続きを済ませてお蝶の亡骸を四谷の寺に葬った溝口家からは警察に頼んで事件を秘密に済ましてもらったのでお蝶の死は幸いに新聞紙上にうわれなかったお蝶は一通の書き置きを残していたので それが自殺であることは疑うべくもなかったがその書き置きは母に宛てた簡単なもので自分は司祭あって死ぬから不幸は許してくれ父上にもよろしくおわびを願いたいというような意味にすぎなかったしたがって死ななければならない司祭というのはやっぱり不明に終わったのであるそれはそれとして 彼女の死が周囲の空気を暗くしたのは当然であった矢田の母は気抜けがしたようにがっかりしてしまった友之助もやけになって処方を飲み歩いているらしく毎晩酔って帰ってきた溝口の細君も半病人のようにぼんやりしていたこうなってくると誰からもいい感じを持たれないのは かのお筆という女の身の上で彼女がお蝶と友之助とを結び合わせたためにこんな悲劇が生み出されたらしくも想像されるのであったお蝶の死因がはっきりしない以上みだりにお筆を責めるわけにもいかないのであるがそんな取り持ちをしたというだけでも彼女は両家の家庭に歓迎されるべき資格を失っていたかわいい娘に別れて ややヒステリックになっている溝口のさい君はお筆を放逐してくれと夫に迫った。あんな女を家へ入れたために、お蝶も死ぬようになったのです。1日も早く追い出してください。それがお筆の耳にも響いたと見えて、彼女は自分の方から身を引きたいと申し出た。しかし、どこかに方向口を見つけるまでは。 どうかここの家に置いてくれというのであるそれは無理のないことでもあり今更残酷に追い出すにも忍びないので溝口も承知してそのままにしておくと奥では矢田の母のところへ行ってどこにか相当の方向口はあるまいかと相談したが彼女を憎んでいるお銀は相手にならなかった奥ではさらに近所の雇い人請宿へ頼みに行ったが 右から左には思わしい方向口も見いだせないらしく2月の末まで溝口家にとどまっていたお崔くんもズズが夫に向かって彼女の放築を促す声がだんだんに高くなるのでおでもいたたまれなくなったらしく3月の初めお蝶の35日の墓参りを済ませると いよいよ思い切って溝口家を立ち去ることになったが、その行き先をはっきりと明かさなかった。今度の方向先は一時の腰掛けでございますから、いずれ本当に落ち着き次第、改めてお届けにあがります」と奥では言った。いささか不安に思われないでもなかったが、溝口もその優雅ままに出してやった。 そのころの習いでいくらかの食い蔵用を払えば受け宿の二階に泊めてくれるおふでも一時そうした方法をとって方向口を探すのではあるまいかと溝口は想像していたお蝶は死ぬおふでは去る溝口家ではにわかに二つの花を失った寂しさが感じられた一方の男二人は無事で 友之助は焼け酒を飲みながら相変わらず役所へ勤めていた吉之助は滞りなく学校に通っていたこの年の5月はとかく曇りがちで新暦と旧暦を取り違えたのではないかと思われるようなさみだれめいた日が幾日も続いたその23日の火曜日の夜である 今日は友之助が珍しく早く帰ったのでお銀は夕飯を食ってから平川天神のそばに住んでいる親類を訪ねた久しぶりに話が長くなって午後9時頃にそこを出ると暗い空からまたもや細かい雨が降り出してきた前にも言った通り番町たりは事に暗いのでお銀は家から用意していったちょの光を頼りに 傘を傾けて屋敷町の闇をたどってくると向こう屋敷の大いちょうが暗い中にもぼんやりと見えたお銀の隣の家は今も空き家になっているおととしの暮れにいったん借り手ができたがその人は「どうも陰気で行けない」とか言って去年の6月に立ち去ってしまったそのあとにも23人の借り手が見に来たが どれも相談がまとまらなかった高い声では言われませんけれどどうもお家賃が高うござんすからねえとシャフの夫はお銀にささやいたことがある隠気で行けないのか家賃が高いのかいずれにしても隣の貸し屋はそのあともやはり塞がらなかったしかしこの時代にはどこにも空き家が多かったので たとい小一年ぐらいは塞がらずにいても誰も化け物屋敷の悪いうわさを立てるものもなかったのである友之助もこの脇屋でお蝶にあっていたことをお銀は後で知ったその脇屋が目の前に近づいた時お銀は一つの黒い影が音もなしに表の格子から出てきたのを認めた少し不思議に思って提灯をかざしてみると その影は傘を傾けて反対の方角へたちまちに消えていったその後ろ影がかのお筆によく似ているとお銀は思った自分の家へ入ると留守をしている友之の助の姿は見えなかった二三度呼んだがどこからも返事の声は聞こえなかったもしやと思って、 お銀は表へ出て隣の空き家を改めると城を下ろしてあるはずの格子がすらりと開いたなんだか薄気味が悪いのでちへ引っかえしてちょうちんをとぼしてきて靴脱ぎからそっと照らしてみると一人の男が六畳の座敷に倒れていたいよいよ驚いて表へ飛び出して 門のそばのシャフの家へ駆け込むと元吉はちょうど言い合わせたのですぐに一緒に出てきた座敷の真ん中に倒れているのは神林吉之助であったそればかりでなく矢田友之助が台所に倒れていた友之助は水を飲もうとして台所まではいだしてそのまま息が絶えたらしい。 亭主の後からこわごわ覗きに来た元吉の女房は普段のおしゃべりに引き換えて驚いて呆れて声も出せなかったお銀は夢のような心持ちで突っ立っていた元吉の中心を聞いて奥の溝口家からもみんな駆け出してきた溝口医師の診察によれば彼らもお蝶と同じ劇薬を飲んだもので もはや生かすべきすべもなかった矢打ちを残らず改めたが別に怪しむべき形跡も見いだされないので彼ら2人がどうして死んだのかその司祭はちっとも分からなかったあいつですあいつですきっとあいつが殺したのですお銀は泣きながら叫んだ私が今帰ってきた時に ここの家から抜け出して出て行ったのは確かにお筆でした。お筆の名を聞いて人々もまた驚いた。4お筆がここから出ていく姿をお銀が確かに見届けたとすれば、おでもこの事件の関係者にはそういないが、果たして。 2人を毒殺するほどの恐るべき強行をあえてしたかどうかは疑問であったさりとて男同士の心中でもあるまい他に書き置きもなく手がかりとなるべき遺留品も見当たらないので警察でもこの事件の真相を捉えるのに苦しんだお船という女はどうしてそんなにたたるんでしょう 溝口のサイ君は悔しそうにのしった。本当にとんでもない悪魔に見込まれて、娘を殺されて、神林さんを殺されて、矢田さんを殺されて、しまいには私たちも殺されるかもしれません。悪魔、あるいはそうかもしれない。おふでという女は自分の昔の家を乗っ取られたのを恨んで。 悪魔ととななって入り込んできたのかもしれないと溝口医師も思った文明開化の世の中にそんなバカなことがあるものかと一方には打ち消しながらもお船が相変わらずここらを徘徊して友之助と吉之助との死についても何かの関係を持っているらしいということがなんだか一種の不思議のように思われてならなかった。こういうい場合には どの人も素人探偵になる溝口も矢打ちや出入りの者のなどをいろいろに宣言してこの事件について何かの秘密を探り出すことに努力したがどうも思わしい効果を得なかったただその中で薬局生の小野の口から一つの新しい事実を聞き出した小野は今年で19で 東京へ出てから足かけ4年になるのであるが元来が薄ぼんやりしたたちの男でいつまでたっても山田氏の田舎書生であったその上に一体が無口な方でこれまで何にも話したことはなかったのであるが先生から厳重の詮議を受けて彼はどもりながらこんなことを言ったあのおふでさんという人は 神林くんによほど連着していたようです。お嬢さんも神林くんを慕っていたようでした。去年の暮れ頃から、おふでさんと神林くんとはいよいよ親密になって、夜になって神林くんが散歩に出ると、その後からおふでさんもそっと出ていくことがありました。 それを早くに知らせてくれたら何とか方法もあったものをと今更に彼を責めてももう遅かったまたそれだけのことを知ったのではこの事件の謎を解くにはまだ不十分であったしかしこういうヒントを与えられて溝口医師は前後の事情を照らし合わせてともかくも一種の水断を下すことができるようになった小野の,の言う通り お筆とお蝶とが上林吉之助に連着していたのはおそらく事実であろう小野が薄ぼんやりしているを幸いに若い女たちは薬局へ入り込んでかなり大胆に振る舞っていたかもしれないこうなると二人の女の間に競争の起こるのは当然であることにお蝶には両親という味方があってゆくゆくは 吉之助を婿にしようかという意向のあることを慶願のおでは早くも悟ったらしいそれを防ぐには何とかしてお蝶を遠ざけてしまう必要があるおではその方法を考えているところへあたかも矢田友之助から恋をささやかれたので彼女はそれを巧みに利用して自分に対する友之助の恋をさらに おちょうに移したのである。友之助に対してお筆が何と言ったかそれは男自身の口から母の前で説明されているがお蝶に対して彼女が何と言いこしらえたかそれはわからないおそらく友之助を欺いたと同じような口ぶりでお蝶を欺いたのであろうそれに欺かれたお蝶は もちろん浅はかであったにそういないお蝶は乙女の好奇心からうかうかとお筆に釣り出されて自分に恋しているという友之助に「焼魂者」であった両者の間に立ってお筆が巧みに操ったのは言うまでもないこうして恋ならぬ恋が不思議に結びつけられて友之助の隣の空き家が2人の合いびきの場所に選ばれた 彼らはその後もお筆の操るがままに動かされていたがこの2つの人形にはさすがに魂がある形は互いに結びつけられていても友之助の魂はやはりお筆に通っていたお蝶の魂はやはり吉之助に通っていた形と魂とが離れ離れになっていたところに この悲劇の根がわだかまっていたらしいがおふでも魂の問題までは考えていなかったであろうともかくもお蝶を友之助に押しつけてこれで自分の競争者を追っ払ったとひそかに祝福しているとさらに友之助の母から自分に対する縁談を持ちかけられたそれはむしろ好機会であると思ったので。 奥筆は読どころないような顔をしてお蝶と友之助との秘密を暴いてしまったそれがお銀を驚かし溝口夫婦を驚かして結局はお蝶と友之助との結婚を早めることになった秘密が暴露した夜に友之助が長い手紙を書いていたのはおそらくお筆に宛てたもので自分たちの秘密を暴いたのを恨んだものか あるいは自分の魂はいつまでもお筆の懐に入っていると訴えたものかまたそれに対してお筆がどんな返事を与えたかあるいは何にも返事をしなかったかそれらの事情はもちろんわからないいずれにしても縁談は滑るように進行して結婚の吉日が切迫してきた小野の,の話によって想像すると お父の縁談がいよいよ決定するとともに奥ではもう誰に遠慮することもないというふうでますます吉之助の方へ接近していったらしいそれを見せつけられてお蝶の胸の火は燃え上がったしかも智之助に我が身を許してしまったという弱みがある以上彼女はいまさらどうすることもできなかった彼女は わなにかかって自分の本当の恋人を横取りされたことを悟ったかもしれないが今となっては恨みをのんでその勝ちどきの声を聞くのほかはなかったそのうちに結婚の日は目の前に迫ってくるので一種の嫉妬と悔恨とに耐えかねてお蝶は我と我が若い命を縮めるようになったらしい死後に 父の医師が検査すると彼女はもう妊娠3ヶ月になっていたのであるお蝶の書き置きは簡単なものでお筆や吉之助の問題には何も触れていなかったがその痛ましい最後はお筆に対して一種の復讐手段となったお蝶が滞りなしに智之助と結婚すればお筆にとっては最も好都合であり またそうなるのが当然であると信じていたところへ思いもよらないお蝶の自殺という事件が突発しておでは溝口家にいたたまれないような羽目になってしまったしかしお蝶の死後一か月余りの間に彼女は確実に吉之助を自分のものにしてしまったので思い切ってここの家を立ち退いた。 その後、はどこにどうしていたか。それはちっともわからないがいずれにしても時々に吉之助を呼び出してどこかで工場をつないでいたらしいあるいはやはりお銀の隣の空き家を利用していたかもしれないこうして345の3か月をまず無事に送っていたがいよいよ 最後の破滅の時が来たここまで説明してきて溝口医師は僕のお父に言ったここまでは私の推測がおそらく当たっているだろうと思うのですがさていよいよの最後の問題です矢田の母はあたかも不在であったので前後の事情はよくわからないのですが隣の空き家でおふと吉之助とが密会しているところへ 友之助がそれを発見して踏み込んでいったのは事実でしょうさあそれからがなかなか難しいおでと吉之助は心中でもするつもりで劇薬を持ち込んだのかそれならば吉之助一人が飲むのもおかしいあるいは吉之助がまず飲んだところへ突然に友之助が押し込んできたのかそれにしても 友之助がどうしてそれを飲んだか、飲まされたかあるいは最初から心中などする了見ではなく単に吉之助の持っていた劇薬をお筆が何かの邪魔になる友之助に飲ませようとして吉之助も謝って一緒に飲むようなことになったのかそれとも何かの事情で男2人を一度に葬るつもりで。 お筆が吉之助と友之助とに飲ませたのかそれらの秘密はお筆の白状を待つほかはありませんしたがって永久の秘密に終わるかもしれませんお筆の行方はそれっきり知れないのですかとお父は聞いたそれから23日の後 浮世新聞にあの記事が出て築地貸しで弱みにかかったボラの腹から破れた城袋が現れたその城袋には「丸之助様筆より」と書いてあったというのです丸之助だけでは吉之助か友之助かわかりませんが差出人の名が「筆」とあるのを見ると どうもあのお筆の書いたものらしく思われたので念のために京橋の警察へ行って聞き合わせたのですが肝心の上袋は炭屋の料理番が捨ててしまったというのでその筆跡を見極めることのできなかったのは残念でしたお筆は身でも投げたのでしょうかさあ 2人の男の死んだのを見てお船はそこを抜け出して築地から芝浦辺りで身を投げたそして帯の間かたもとにでも入れてあった浄袋が流れ出してかのボラの口に入ったと想像されないこともありませんあるいは単に不要の浄袋を引き裂いて川に投げ込んだのをボラがうっかり飲み込んだ とと思われないこともありません。警察でも築地貸しから芝浦品川沖の辺りまでも捜索してくれたのですがそれらしい死体はもちろん何かの手がかりになりそうな品も見つかりませんでしたお筆は死んだのか生きているのかそれも結局分からずに終わったわけです警察から静岡の方へも紹介してくれましたが そこには今でも久住弥太郎という士族が住んでいてその家来の見延御平は千年病死御平の娘のお筆というのは親類を訪ねて東京へ出たっきりでその後の頼りを聞かないくすみの屋敷は番町の近々かかというところだということで全てがいちいち符合していますからお筆の身元にうそはないようです してみると、おフデという女は自分の故郷に帰ってきて、しかも自分の生まれた家の中でいろいろの事件をしでかして、そのまま生死不明になってしまったので、まったく不思議な女です。エス君のお話はこれで終わった。 ボラの腹から上袋が出た私はそれに一種の興味を感じてその翌日近所の帽子を訪ねた帽子の土蔵の二階には明治初年の古新聞がたくさんに積み込んであることをかねて知っていたからである浮世新聞があるかと聞くと確かにあるはずだというそこでだんだん調べてみると果たして 明治十五年五月十八日日曜日の浮世新聞第1310号の史上にその記事が掲載されていたその頃の雑報には表題がないのでぶっつけにこう書いてあった「タイ語料理恋をさきて宝物や書簡を得る」は「廃止野上の隠し」なれどここに築地の土佐塀は「 の多く取れるところゆえ一昨夜も雨上がりに北佐野町の大工喜三郎が築地橋のそばのところにて取り上げたのは大堀にてすぐに炭屋の料理番が75銭で買い求め作長を包丁をしたところ腹の中から「丸之助様筆より」と記した上封じが出たというが「もう一時知れたら」 原稿の続きものにでもなりそうな話これで S くんの話が嘘でないことが証拠立てられたそれと同時にかのお筆という女の行く末が知りたくなったが何分にも今から40年以上昔のことであるからその筋の本職の人ならば知らず我々素人には到底探索の方法を 見出し得られそうもない。